沸騰はさせない。出てるんだからもう終わりなんですよ。ちょっと量を減してみます調査潜入。どうもうどん探偵スミスです。今回は出汁のプロに聞いた第2作目後編といたしまして、これを見ればあなたも出汁マスターをお送りします。削り節やいりこ、昆布、椎茸など乾物類や海産物を扱う会社丸一倉庫株式会社さんで、その道のプロの方に教えていただきました。あなたもご家庭で出汁を取る際に説明書通りに作ったけど、なんだかパッとしない味だなぁとか、なんだか出汁というよりは水っぽい味だなぁなどと経験はありませんか？私も独学でいろいろな書籍やインターネットなど駆使して美味しい出汁を作ろうと思っても、なかなかうまく作ることができませんでした。そこで今回はそんな日々の悩みから卒業できるかもしれない美味しい出汁の取り方について、創業半世紀以上の乾物類や海産物を扱う会社丸一倉庫株式会社の取締役平井さんに、ご家庭でもできる美味しい出汁の取り方について調査してきましたので、その貴重な情報をあなたへシェアいたします。この動画を最後までご覧いただけると、ご家庭でもできる美味しい出汁の取り方や出汁の魅力について学べることができますので、ぜひ最後までお見逃しなく。そしてこのチャンネルではうどんや出汁について独自に調査した動画を多数ご覧いただけます。今のうちにぜひチャンネル登録して、うどん探偵団の一員となり、皆様と一緒に調査をしていきましょう。それでは美味しい出汁について学んでいきましょう。沸騰はさせない、させないようにしないと、えぐみとか悪いものが出てくる。料理ってあんまり何でも沸騰はしない方がいいんです。鯛出そうと思ったらそうしたくなるんですよ、みんな、うん、なんかこう出てるやん出汁が出てます、出てるやんって言うけど、例えば100あるものを100出そうと思ったら100は出るじゃないですか。だけど150とか200出ると思ってするんですよ。沸騰出ないです。あ、出ない。100しか入ってないあっていう理屈が分かれば、出てるんだからもう終わりなんですよ、うんうんうん、だけどもっと出るやんって思うじゃないですか。それがダメなんですよ。あ、一般の人は沸騰してどんどん色がついてきたりとか、もっといっぱいでなんか出るんじゃないのって思ってるけど、限られた旨味が入ってるだけなんで、その商品にはそれ以上は出ないんです、うん、一番美味しいのは100まで出ないぐらいで、あ、ギリギリを攻めてあげる、取ると本当に美味しいものだけで、105とか110になってしまうと出なくていいものも出るんです。あ、えぐみとか悪いものが出ていく、うん、だから沸騰はさせないでっていう理屈。100% うまみを出そうと思って、みんな 200%、300% 待つんですよ。だけど 110% 以上から悪いものも出ますよね。じゃあ美味しくなくなりますよ。でも出た方がいいって思いますよね。確かに思います。その基準だから、料理人の人とかは出汁を引くときにたくさんの量で少なくと。少なく、どういうことかというと、美味しい基準100以前で終わらすためにいっぱい使うわけですよ、うん、だから美味しいものができるって理由はそこにあるんですよ。でも一般の人はいっぱい使えないし、わからないし、だからちょっとでいっぱい出そうとする。逆ですよ。だから単純に水っぽいのは水が多いと。さっき言ったように、そのお金の話で水を少なく、風味原料を多くすると濃くなる、うん、単純にそれだけです。
量を減してみます。なんか単純なことを聞いてしまう。いやでも そういうもんなんですよ。みんなもっと濃くしたいとかもっと薄くしたい、まあ、だいたい普通の人は考えるんです。カツオ節と昆布のだし、ここまで濃くなるともう味ついてますよ。すごい昆布が結構個人的に昆布の味がダイレクトに来るの、うん、後からカツオがふわーっと来る感じ。カツオもさっきのソーダカツオが入ってるので。あ、こっちがソーダカツオ。普通の花カツオ、普通のカツオとソーダカツオ両方入ってます。あ、両方ブレンドの、はい、うん、でカツオ節だったらもっとこう渋みが出るのかなっていうところを抑えてる。確かに全然違いますね。別に沸騰してないぐらいですね。これぐらい、いりこの澄んだ色ってこれぐらいですね、うんうん、これがだからさっきの黄色い、いりこを使うともっとこんな色になってしまうと。あ、ちょっとずつ黄色みがかかってくると。これはもう綺麗な魚と昆布だけなので色がつきづらいけど味はある。どっちのだしがうどんに合うかとか、どっちのだしが料理に合うかというのは好みです。だからこれじゃないとダメっていうのはないけど、一般的に、うどんのだしっていうのはこっちかな。あ、いりこ昆布、はい、を使った方がさぬきうどんにもなる。ただ同じうどんでもさぬきじゃないうどん、東京の方でうどんを作ろうと思ったらこっちになる。カツオ系、カツオと昆布を入れる。なので全然文化によっても違うし、地域によって違うっていうのがだしの特徴です。さぬきうどんだからこれを使うっていうふうに言ってるだけで、他のうどん、稲庭うどんのつけつゆになると全然違うものを使ってる。サバ節、昆布を使ってたりとかいうふうに言ってます。これ究極に言うのは、皆さん出汁は使ってください、うん、じゃあどうやって何を使えばいいですか。これは自由です。ただ使わないのをやめてください。塩、水、お湯をやめてください。全部出汁でしましょう、何もかも。その時に昆布の出汁が好きな人は昆布を使ってください。カツの出汁が好きな人はカツを使ってください。リコ出汁は使えない。ただこの科学的に証明されているのは、魚系動物性の旨味成分と植物性の旨味成分と椎茸の旨味成分というのが全然全部違う、アミノ酸、グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸全部違う。それを掛け合わせることによって旨味って何乗にもなりますよというのは、これは旨味の論文で書かれている、相乗効果。だから掛け合わせるとうまくなると間違いないけど、1個よりか2個、2個より3個になります。だから入れましょう、とにかく入れましょう、掛け合わせましょうというのを言います。その粘りが出たからマイナスかって言ったらダメなわけじゃないし、別にだから何でもいいですよね。 限度ですよね。出すぎると食べれなくなったりする。だから酸っぱすぎると食べれなくなったりする。カツオ節にして酸味が出すぎる。だからそれを抑えるために沸騰させないようにしよう。いかがでしたでしょうか。意外な盲点や美味しい出汁の取り方についてより深く学べたひとときを過ごせたのではないでしょうか。今回調査させていただきました丸一倉庫株式会社さんのホームページは
概要欄に記載してありますので、ぜひプロが選別した最高の素材をご覧ください。そしてこの動画を作るにあたってインタビューさせていただきました平井様、本当にありがとうございました。それでは次回も調査潜入、うどん探偵スミスでした。